君はアッパラパーだ。指刺さないでください。金と権力は表裏一体。金を集める者が力を持つんだ。なぜかわかるか。人は金のあるところに集まるからだよ。だがこの国では金を集める者は悪とされる。富樫逸夫ですか。有罪で当然だと思いますよ。ああいう古い政治家の時代じゃないよ。政治と金の問題はこれより。己は金を求めるのにね。そしてこうした愚民にこびた政治家がクリーンな政治を標榜し、愚民がまたそれを支持する。その結果、力のない何もできない政治家ばかりが増え、力のある政治家は検察によって抹殺される。そして日本の政治家はダメだと同じ国民が嘆くんだ。富樫逸夫を擁護なさるんですか。こういう見方もあると言ってるまでだ。金と権力の中で生きれば身内すら信用できないのも当然だ。それもまた辛い人生だろう。心を許せるのが池の鯉だけではな。